listening to Shibuya Cross FM. みなさん、こんばんは。重松さと子です。今日はなんとマスクをしてご案内をさせていただこうと思います。ちょっと聞き取りづらかったらぜひメッセージで教えてください。よろしくお願いいたします。早速9月です。秋でございます。今日渋谷はですね、ちょっと小雨が降ってる感じですかね。サテライトスタジオよりお送りしております。さあ、そして秋風を、ね、感じるように本当になってきましたが、9月は風水でも今回すごく大きいことがいっぱいあります。なのでたくさんいっぺんに言うと分かんなくなっちゃうので、早速冒頭からいきますよ。9月なんですけれども、前回の時にお伝えさせていただきました重要の節句というのがあります。9日は木曜日でございます。この日にお酒をですね、新しくお酒を入れる器をご購入いただいて、100均とかでもいいんですよ。それに菊の花を浮かべて月の光に照らして少し唇を濡らす、もちろん飲んでいただいても結構でございます。雲が出ちゃった、いいえ、雲の上に必ずお月様ございますので、雲の上に月があると思って、浮かべてお月様に当たったと思ってやってみてください。前にもお伝えした通り、陰と陽のパワーがありますが、それが揃って一番その人の力が発揮できるようになると言われています。陽のパワーは簡単に食べ物とか他のものでも受けたりとかできますし、8月にたくさんお日様を浴びていただいている方、たくさん陽のパワーが入っていると思いますので、ここで陰陽を揃えてぜひ元気にいっていただければと思います。さあ、そして、中秋の名月がやってきます。で、この重要の節句のお月様も重要なんですが、中秋の名月は21日でございます。満月の火曜日でございます。こちらの時にまたお月様をめでていただいて、お月様への感謝だったり神仏への感謝があると、これも非常に効果的でパワーをいただけると聞いております。よかったら皆さんもやってみてください。またここから1週間の間、23までも強いんですけれども、1週間ぐらいの間はお月様のパワーが非常に発揮されますので、中秋の名月当日見れなかったわという方もぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。皆様の運気が上がることを切に願っております。それでは今日も楽しい愉快な仲間たちを呼んでいきましょう。まず1曲目お願いいたします。アンダープレイヤーさんでレッドダイヤモンド。気づけた
それでは皆さん行きますよ。こんばんは。こんばんは。デトックスです。よろしくお願いいたします。お願いします。キラキラが入った。いいですね。ありがとうございます。さあ、そして今日も来ていただきました愉快な仲間たちといえば、もう本当にごめんなさい、便利使いして申し訳ないです、国立店のマネージャーこと小林成美さんです。自己紹介お願いいたします。はい、デトックス国立店マネージャー小林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もすみません、来ていただいて。いえいえいえ。しかも今日はマスクなので、はい、声を張らないと聞こえないということです。いかんですね。頑張ってください。頑張ります。肺活量大丈夫ですか？頑張ります。はい。そしてなるちゃん、いよいよプレオープンが終わって、はい、グランドオープンに向かって今走っておりますが、はい、お店はどうなんでしょうか？いや、今準備に明け暮れてますね。本当にありがとうございます。いや、先生もですよね。いや、やっぱり簡単なことじゃなかったね。そうです ね。一部屋一部屋作るのにこんなに大変かとしみじみ感じます。そう、換気が良すぎて、はい、換気を良くしよう、このコロナ対策で、はい、本当にお金をかけて、はい、換気を頑張ったのに、やっぱり表裏表裏一体というか何かすれば何かあるのね。そうですね。人もそうだよね、はい、何かすれば何かあるのよね。そうですね。のお疲れ様です。いや、一緒に頑張ってください。頑張りましょう。お願いします。はい。そしてグランドオープンに向けて皆様にね、いろんなお話がなかったらつまんないよね。はい、はい、なので、あの、今回はなんかスペシャルなお話を用意してというふうにお願いしといたんですが、はい、どうなってますでしょうか？はい、もちろん持ってきました。今回のスペシャルな内容は、先生許してくださいね。いや、もう怖い。いや、始まった。もういきなり、あの、今回はセルライトクラッシュを、最近だんだん秋服を出す方が増えてきたと思うんですけども、はいはいはい、お洋服着た時に、あら、このお肉昔あったっけってありませんか？私の前でそれ言った？でもどなたも昔の秋服出してきて、ん？ちょっとここもたつくっていう時に、なぜかお腹と背中、うん、気になる方、ブラの上に乗っちゃってるとか、はいはい、それがあるという声をよく聞いたので、うんうん、セルライトクラッシュ、もう純粋に削るのみでございます。お背中を削る。ってことはドームサウナとか、その前処理とか後処理がなしってことね？なしです。もう本当に崩す作業のみにはなってしまうんですけども、うん、はいはい、お背中全面、はいはい、うんうん、お背中全面、通常ですと15,500円するものになるんですね、はい、なんですけども、この今日から10月末日まででお背中全面を4200円でにプラス消費税でいこうと思います。え、6V、 背中全面って 6V ってこと？ 6V です。腰のあたりももちろん入りますし、肩の上ラインまで入ります。 6V って初回の人が、はい、2V だよ。 2V で5500円消費税が入って、はい、っていうのが初回の人のご案内よ。はい、もうどこのネットにも載ってない特別価格でグランドオープンっていうのにかけてちょっと頑張ろうかと。グランドオープンの目に力が入ってやがる。どうでしょう。でもだいぶ派手にいったね。いきました。で、大丈夫、動けるの？もう頑張ります。ていうか、私も動くってことだけど。そうです。もう一日に限りがあるよ。そんな多分すごいことになっちゃうじゃない？はい、大丈夫？大丈夫です。で、特にこのご時世もあって、意外と自律神経が乱れてしまってる方、はいはい、ちょっと多く感じるようになりました最近、うんうん、皆さんのお背中触らせていただいてる時にやっぱりお話もよく聞くので、うん、ね、それも込めて、うんうん、あの、ただ崩すだけではなく、ほぐしにもなるじゃないですか、筋膜リリースとして、はい、ええっていうのも込めてこの価格で、なおかつ10個買っていただいた方は、うんうん、もう消費税オフで行こうと思います。どうでしょう先生。先生どうですか？いいんだけどさ、はい、いいんだけどさ、税金はちゃんと払うんだよ、はい、ってことはうちのお店が泣くってことよ、はい、で 6V、はい、まず5000円を切って、もう5000円を切ってグランドオープンならでは、はい、で10月いっぱいまで、はい、で何回でも買えるってことだよね。もちろんです。で10回買ってくれた人はさらに消費税がオフってことね、はい、すごい、私がやりたい。ぜひともどうぞ。いやわー、またこれは痩せるねーって、腕もパンパンになるね。はい、でもやっぱり食欲の秋っていうのもそろそろもう来てる方は来てるってお聞きしますので、うん、確かに確かに、そこも込めて、まあグランドオープンだしね、はい、頑張るか。皆様に何かできるとするならば、もう5000円を切ってのご案内がいいんではないかと、うんうん、うんうん、ちなみにそれぞれいろんなこう技が好きで、これだけでフットだけで来てる
はい、デトスルーケアだけで来てる、はい、ね、デコルテだけで来てるっていう方がおられますけれども、はい、それぞれみんながどの人が来てもグランドオープンやったって思えるようなのを作ってねっていう話だったんだけど、他にあと推しとしたら何かありますか、はい、他に推しとしては、デコルテスペシャルというのももう人気で1回出した途端にすぐ全部ソールドアウトが一番早かったっていうのでデコルテスペシャルっていうのを復活させようかなと思ってます。デコルテスペシャルは1と2があったと思うんです。どっちですか？あの1の方のあのデコルテオイルに、あのデコルテとお背中の上の方にオイルをあの塗布させていただいてオイルマッサージ、はいはい、になおかつドライヘッドもつきます。はい、でなおかつちょっと腕の方のお疲れを感じてるっていう方、はい、ハンドも含めて、うん、結構凝るじゃないですか手元も、はい、第二の脳ですからね、はい、そこもオイルマッサージを入れようかと思ってます。うん、待って、頭だけで4000弱でしょ、はい、デコルテが4000、いや一番安い最安値で4600円でしょ、はい、で腕は裏メニューでしょ、はい、裏メニューのやつと、だってそれじゃあまた1万円とか超えちゃったら、いやそれは超えず最安値出そうと、そのお値段はデトックス来ていただいた方特別価格で1枚を切って、はい、必ず切って、で時間は？時間は60分。結構あるね。結構あります。あーすごい。なんで少し安らぎ系もっていうので作らせていただきました。うんうん、ありがとう、はい、今疲れてる人多いからね。そうなんです。あと先生もう一個いいですか？何？勝手にもう一個作りまして、え怖い怖い、あの皆さんにちょうどお目元のパックをシーズン的にプレゼントした時期があったと思うんですけども、はいはい、あのプレオープンの時に、はい、あの、はい、リリューソリューションとキラックスソリューションをお目元に塗らせていただいたんですけども、だいぶ使ったよね、はい、在庫がだいぶいったね、はい、なんですけども、うん、やっぱ皆さんからこれいい、これいくらなのって聞かれた時に、ありがとうございます、ちょっとっていうのがありまして、はい、それを今回は安くいこうかと。待って、この間培養終わったばっかり、この間培養終わって出たのが、なんだっけ、本当行かないよ、全然10本行かないよ、はい、なんで各5名ずつなんですけども、はい、キラックスソリューション、本来2万8000円のところを、うん、もう2万切って8000円に消費税、まあ、2万8000円だってあれだよ、キャンペーンの価格だよ。そうです、キャンペーンで安くしてるやつ、成果品の値段じゃないんだよ、はい、なんですけども、うん、もう2万を切り捨てさせていただいて8000円にプラス消費税で、なおかつリデューソリューション、こちらも3万円のに消費税の商品なんですけども、こちらも2万切らせていただいて1万円の消費税でにプラス消費税でいこうかと。なるちゃんなるちゃん、はい、工場の人に会ったことある？私はないです、すいません。大変なのよ、はい、本当。いきなりもうやっとあれしたやつがもう出ちゃう感じだ。そうです。でもこれはグランド？グランドオープンだからです。え、どのぐらいの熱量で私にお願いしてる今、もしかして？本気でお願いします。先生お願いします。皆様のために、各5名皆様のために、はい、じゃあ 5本だと多分ね、争奪戦で喧嘩が起きる。あら、前もそうだったじゃないですか、はい、で結局増やして出さないとクレームになるんですよ。なるほど。なのでもう言っちゃったから、はい、言っちゃったから10本10本でいきましょう。お、でももうほんと10本で打ち切り、もうそれ以上がもう作れてないので、はい、10本10本でその金額で。了解です。あ、そうだ、あと今日の話なんです、はい、国立市からペイペイのキャンペーンのやつが国立市もやるっていうので来たんですよ、通達が、はい、なのでペイペイで買っていただけるとどの商品でも 30% オフです、はい、そんなオフになるんですか？ 30% です。なので今の奇跡的な金額に 30% オフしたら結構あれですよね、はい、ただカード手数料だけはちょっともしかしたら、はい、あの持ってもらうかもしれないんですけど、うんうん、はい、それさえあれであればもう忘れられない最安値になるかもしれません。そうですね、もう二度とできないと思います。すごい、 30% オフって大きいですね。かなり大きいと思います。わー、なのでもしあれだったらそれであれするとすごくお買い求めやすい、普段皆さんが自分で使ってるやつよりもお安く買えるかもしれないですね、サロンの専売品が、はい、うんうん、なるほど。なんかいろいろ考えてくれたんだね、どうもありがとう。お、いえいえ、勝手にすみません、考えさせていただきました、うん、もう言ってしまいました。もう言う、もう言ったが勝ちみたいな、ほっとやめて、もう心臓ドキドキするから。もう
何回転がってたか、救急車通ったじゃん。お迎え来た来た。来てないです。来てないです。で、あのそれぞれの人がそれぞれ来ていただいて、はい、絶対に得したとか喜んでいただけるっていう風に今回なるちゃんが考えてくれてるんだよね。そうです。なのでかつてない最安値で皆様をご案内できるようになると思います。はい、でその期間いつから販売されるんですか？はい、早ければもう明日から販売はスタートになりまして、じゃあそこからもう数先着順っていう感じで。そうです。はいはい、わかりました。お願いします。で、使うのは10月いっぱいまで。はい、10月いっぱいまでです。だからこそ激安で出すよっていうことね。そうです。グランドオープンのお祭り、はい、はい、他にも一応あの来ていただいた方にねプレゼントとかあれをいろいろ用意させていただきました。はい、ちょっと今回のはすごいと思います。グランドオープンにちなんで、はい、はい、ありがとうございます。皆様もよかったら楽しんでいただければと思います。お願いします。はい、それでは2曲目いきましょう、はい、なっちゃんで星のメロディーです。重松さとこのキラーズ、よろしくお願いします。お願いします。秋ですね、なるちゃん。先生、秋ですね。でも先生、秋といえば、はい、この時期お肌がどうしても肌荒れしやすくなってきてるんですけども、先生のそのお肌を保つために筋肉美容の先生である先生は何をやってるんですか？そうやって言われるととても言いづらいすごくそんな風に言えるようなお肌ではないんですけれども、いやいやないんですけれども、はい、やっぱ秋になるとですね、はい、やっぱりいろいろ紫外線がこう落ちてきてたりだとか、はい、いろいろ変わるんですね。そして乾燥が強くなります。強いです。なのでやっぱりお肌とかもみんなお洋服とかもお肌きますよね。寒くなってくるんで重ね着しますね。なのになんでお肌は野ざらしなのって。
確かに夏と変わらない方って多いですよね、うん、それじゃやっぱ傷つくよね。確かにやっぱ夏と同じじゃダメよ、はい、うん、と思います。なんとなのでやっぱりこうカバーをかけてあげるじゃないけど、はい、コートを着せてあげるじゃないけど濃厚な保湿クリームだとか、はい、その前に導入できるような、うんうん、何かこう入れ込むようなものを入れるとかそういうのがあるといいんでないのかい。なるほど、うんうん、なるほどと思いますけども。でなると、はい、そういえばあのメッセージが来てました。メッセージあのアトピー性皮膚炎ですとか、はい、そのお肌のことについてちょうど連絡が来てたのがあったのでそれを生かして、はい、その方たちのアンサーになればいいと思うんですけれども、はい、例えば、はい、洗顔料とかその洗うときに弱酸性がいいって言いますよね、はい、その弱酸性っていうのがやっぱりいいんですよ。アルカリ性が強いと洗う粒子がだいたい肌を傷つけちゃうんですね、うんうん、なのであの弱酸性弱酸性って CM でも言ってますけどよく聞きますね。弱酸性ってみんな書いてあればいいけど書いてないのあるよね。これ弱酸性なのかなってなるじゃないですか。確かに裏に書いてないですねラベルに。じゃあその時に成分であこれを使ってたら弱酸性っていうのがありますよね。あります。さあ勉強しました。なるちゃんそれは何でしょう。ココイルと、はい、コカミドです。そうですそうですそうです。その後ろに文言がつくんですけど私がそうやって覚えろって言って教えてるやつなんですけれども、はい、その表記が入ってたやつはだいたい弱酸性、うん、なのであのすごくお肌に優しくて、はい、しっかり潤いを守りながら洗浄してくれるよっていうものなので、はい、今ご自身が使っている洗顔フォームだとか、はい、石鹸だとかっていうのの、成分表記をよかったら確認してみてください、うんうん、はい、ココイルココミドですね。そう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 覚えやすいでしょ。そうやって覚えたら覚えやすいです。そうそう。でちなみに肌の保湿って大事じゃないですか。保湿大事です、ね、プルプルしたやつを保ちたい。じゃあプルプルするにはなるちゃん何が成分を取ってたらいいんだっけ。ムコタトウです。そうそう。そして口内炎ができやすい人とか、うんうん、あの口角炎とかそういった切れてってしまう、うんうん、中にこう異物ができたような感じがしてずっと痛い場合は何を取ればいいんだっけ。ビタミン B2 とビタミン B6 です。おナイス、おナイス、レベル3クリア。ありがとうございます。素晴らしい素晴らしい。じゃあ、はい、ちょっと次難しくなります、はい、ターンオーバーをさせたい。要は肌って老化していきます、はい、45から48日周期人によってちょっと違いますけど、はい、それでこうターンオーバーをしてって、はい、どんどん新しいものに変えて赤ちゃん肌を出してってあげなきゃいけない、うんうんうん、古いやつをずっと剥がれ落とさないでずっとその場に持ってるとしばしばになったりカサカサになったり、うんうん、いろいろ悪さをして老けて見させるよね。いやですね。じゃあそのターンオーバーをするときに、はい、皆さんがこうクリームとか塗ってターンオーバーをさせるクリームとかもあるけれども、はい、そうじゃなくて、はい、年齢を重ねてくるとクリームなんかじゃもう効かないんだよ、うん、これがってなってくると、はい、何を飲んで何を栄養素として取っていけばターンオーバーがしやすいんだっけ。これ多いんですよね。ビタミン A とビタミン D、うん、ABCD と、うん、あとカルシウムとマグネシウムと亜鉛とコエンザイム9点。おーよかった、コエンザイム9点が忘れられるかと思いました一番大事一番大事一番大事。これがあるとターンオーバーしやすいので、はい、すごく綺麗な肌がつるんつるんっていうのが出てきます、はい、ただ疲れてきて例えばイチゴ鼻とか、はい、毛穴が開いてきちゃってガサガサしちゃったりすごくこう表面がたるんできちゃったとか毛穴がもう広がってんのが見えるっていう時は、うんうん、C と E をたくさん多量に取ればいいんだよね。ですね。そうするとギュッと締まってくれるので、うんうん、まあその前に毛穴の掃除してねって感じだけど、うんうん、締まっちゃう前にね。抗酸化ですね。そうそうそう。で抗酸化をさせるには栄養素としては何を取ればいいんだっけ。ビタミン C とビタミン E とここにもコエンザイム9点ですね。ナイス、レベル4クリア、ありがとうございますそうそう、そういった美容系のことでも栄養素中からできることっていうのもあるので食べるものを気をつけていただいたりするだけでもお肌ってやっぱり違いますですね。はい。でもここでじゃあナイアシンだとかそのビタミン B 群とかっていうのが何に含まれてるのっていうのを話していくと多分この放送会が全部終わってしまうので、はい、それはよかったらお店に来て担当スタッフにそれぞれ聞いてください。あなたにぴったりなものをおすすめできると思います。はい、頑張ります。はい、はい、そしてお店の電話番号をお願いいたします。はい、デトックス国立店の電話番号は、はい、080-4463-0333 でございます。ごめんね、もう一回言ってほしいな、はい、080-4463-0333 です。ありがとうございます、はい、ちょっと意地悪しちゃいました。いいえ
あ、よかったよかった。なるちゃんから他になんか美肌のことで何かありますか？美肌ですか。今こう先生に聞きたくても、このご時世用語がちょっと使っていいものと使っちゃいけないものができたので、ちょっと今コンプライアンスね。そうなんです。また変わったよね。そうなんです。質問と言い方に今ドキドキしてます。そう、変なこと言っちゃダメって言われて、このせいで CM とかもつまんなくなったし。減りましたよね。減った。だって主要なこと言っちゃいけないんだもん。はい。なんでこう今まで言えてた当たり前の A、 あの、あから始まるカタカナ、誰しもが知ってる言葉すら NG じゃないですか。そうちょっと言いづらくて、今聞きたくてもこの言葉を張って言っていいんだろうかってすごい悩んで聞きづらいです。うん。ちゃんとね、成分表記となんか分けて言えばいいらしいんだけど、とりあえずそれが分からなくて商品の説明するときは商品の説明をしますと、はい、で成分の説明をするときはここからは商品ではなくて成分の説明をしますと言って言わなきゃいけないとかね。そうなんです。なんで聞いてる方が、はてこれはちゃんと分かりやすいのかってちょっと疑問に思うことも出てきそうですよね。そう、なんか張りが出るもダメでしょ、はい、上がるもダメでしょ、ダメです。アンチエイジングもダメでしょ、はい、シワたるみも NG です。そう、シワたるみも NG でしょ、はい、これ言っちゃいけないって言われて、美容家の人たちは一体何を言っていいのって言ったら2つだけあったんだよね。はい。なんだっけ、張りとツヤです。あ、張りとツヤはいいんだ、はい、張りはいいんだ、 OK です。でも張りだけだ、はい、張りとツヤだけ、はい、なんでちょっとこれからどうしたらいいんだろう我々と思いながら、ね、ひどいよね。これでどうやって商品の説明とかね、そういうのすればいいんだろうっていう感じもありますけど、はい、なんか住みづらい世の中になったね、はい、なんでぜひとも皆様も CM、 美容 CM ちょっと見て気にしてみてほしいですね。多分ね、皆さんハリとツヤしか言ってないです言えなくなったんです、コンプライアンスの関係で、はい、ぜひとも。ひどいね、はい、もう全くやられちゃうな、全く困ります。うんうん。それでは次の曲もう一回いきましょう、はい、ミトラスシュクルシュクレさんです。はい。
この後シルマスズの占い聞いてね。太郎さんありがとうございます。ありがとうございます。いつもシュールですね。シュールです。でも9月にちなんだ用語を言っていましたね。なんかちゃんと9月のあれがみんな入ってて、はい、そうか、 A 型は私 A 型なんですけど、はい、そうか、今日9月1日だから、そうか、あ、そうですね。災害バッグ持ってる？持ってないので急いで買いに行きましょう。なんでなんでたどたどしいの？今日なんかスーパーでサンキュッパーで売ってたじゃん。買えばよかったですね。いやでも怖くない？中のものが書いてないの。あ、確かに書いてなかったですね。で、なんか中に入ったらね、ガーゼとあのバンドエイドだけだったら投げちゃうよね、もう。確かに。でも今100円ショップも意外といろいろ売ってるんですよね。あ、そうなの？はい、あの水に濡らすだけで膨らむタオルシリーズとか。あー、いいね。便利だなと思います。なるほど。あと、なるちゃんから教わったあの手を洗うジュレっていうか、なんていうの、あの水とかがなくてもそのオイルをあの何ですか、体に塗ってティッシュで拭き取ればお風呂入ったのと一緒になるやつですよね。あれ匂いも良かった。いいですよね、あれで綺麗になってるなんて。はい、なんで顔とかも意外と私肌弱いんですけど使えていいなと思います。うわ、顔怖いなあ。でもいけましたよ。すごいね。はい、なるほど、あれも良かったです。やっぱりあえてね、ここで新しいものに揃えて。そうよ、だってこの間だって引っ越しの関係で荷物をこう移動してたでしょ、はい、そしたら消費期限が切れてんの。え、切れてんの。なんと。で、時間があったらこの救命具とかもちゃんと膨らむのかなと思ったんだけど、はい、そんなことする暇もなかった。やっぱ一回膨らまさないとね、一応ね。そうですね。そう、皆さんも気をつけてチェックしてみてください。はい、はい。そして車で運転なさってる方、あなたのために、そしてあなたの大切な人のために、目的地までしっかり安全運転でお願いいたします。お願いします。はい、渋谷クロス FM88.5 サテライトスタジオよりお送りしております。はい、はい、それではなるちゃん、太郎さん占いが出たということは風水のお話なんですけれども、はい、なんと来年の発表が出ました。わー、いち早いです。お、来年の運気は10月から動いています。お、もう来月じゃないですか。そうなんです。そして先取りをした人から運がやってきます。お、後の人は残った運しか来ません。いやですね。なので先取りしましょう。はい、はい、で、運気はどこから入ってくるんだっけ。運気は玄関です。ナイス。なので玄関のお掃除をして運気が入るように準備をしておくことも大事です。はい、さあ、そしていろいろありましたが、ラッキーカラーです。お、ラッキーカラーの発表です。はい、ワインレッド。ワインレッド。山吹色。山吹色。クリーム色。クリーム色。ゴールド。ゴールドの4色です。ちょっと似てそうで似てないですね。そうなんです。上手に使わなきゃいけません。はい、はい、そして今まで幸運の入ってくる角度があって、その角度のお掃除をしましょうねって言ってたんですけど、はい、私もこれ初めてです。はい、運気の入ってくるのが天と地からです。待ってください、それはどうやってやればいいんですか。ということは四方八方から入ってくるのと同じなんですけれども、はい、今まではどの方角から入ってくるから運が入れてくれるのは自分の住んでる家ですよとお伝えしました。はい、なのでその方角の家の方向をきれいにしろよっていうお話をしてきましたが、はい、今回は家の中心に向かって入ってきます。中心に向かって入ってくるんですね。はい、なのでもちろん天井とかね、はい、あの床とかをきれいにしとくのももちろんなんですけれども、はい、四方八方東西南北をきれいにするようにした方がいいですね。もうほぼ全部ってことですね。はい、でそしてそれが家の中心にやってきますので、はい、家の中心から各地に散っていくような感じです。お、例えばそこで南が汚れてたとします。はい、南が例えば司っているのが美容面とか才能面とかを司っています。うんうん、じゃあそちらの方が汚れていたら、そこから入って南の方が汚れてるところには運気はいきません。ということはあなたの美容面才能面がダダ崩れになるということです。いや、肌荒れそう。気をつけてください。気をつけます。はい、なのでちょっとね、最新の注意が必要だということで、実は簡単なようで難しい。確かに。そして家の中心に水回りがある方、はい、非常に気をつけてください。はい、どうしてですか。逆に厄が寄りやすいということなので、あの運気が入ってもそれが悪いところに入ってしまうと、はい、それは厄に変わります。おということはよろしくない。まずは必ずきれいにして、はい、盛り塩とかをして清めてください。なるほど、その水回りを。はい、了解です。特に中心の水回りもすごく気をつけた方がいいですね。はい、はい、そしてラッキーフードです。はい、お米、
おーやったお米あ好きですね、はい、パンよりねお米って言われた方がダイエッターは嬉しいですよね、はい、はい、そして豚肉疲れ取れますね、はい、うんうんブタミンパワーですね、はい、そして、豆類です。おなのでソイプロテインを取って引き締めたい変にマッチョとかにするんじゃなくて引き締めて綺麗になりたい方ソイプロテインをねお召し上がりになってる傾向が多いと思うんですけれども、うん、そういった方たちにはおめでとうございます。毎日がラッキーデーです。いいですね。それはお豆腐とか豆を使ってる製品なら OK ですか？グッドでございます。 OK でございます。はい、なのでうまくね使って取り入れてほしいと思います。はい、あと開運アクションでございますが、はい、インテリアの模様替え、要はカツを入れてください。お家にカツを入れる、はい、ずっとマンネリ化して同じだとカツが入らない、要は回らない、運気が巡って車輪が回らない。おなので車輪を回すためにもぜひカツを入れるためにインテリアを変えてみてください。なるほど。もし南にキラキラしたものを釣ってって昔言ってたことがあるんです、はい、それを実行してくださってて当選しましたっていう連絡が来た方おられましたけれども、はい、あの方とかは今度その南にあったものを中心に持ってってください。中心に、はい、はい。例えば南の窓があったら窓のところに、はい、キラキラしたものか観葉植物もしくはちゃんとした植物、はい、もしくはライトを2個ついでおけと私言ったことがあります、はい、それがあったらそれを中心に持ってってください。おそうするとそこから吹き上がるように出てきます。おそれ裏技なのでよかったらやってみてください。なるほど、はい、あとは神社仏閣巡り。おいいですね、うん、温泉、うん、ガーデニング、あらスポーツ、おカラオケ、なるほど、会食、会食すいません、はいはい、だけど会食とカラオケはなんだか今意味嫌われるというかなんかいろいろ叩かれてるよね。ちょっとあれかもですね。もうちょっと、ね、辛抱ですかね。うん、本来だったらでも他のことはね、はい、あれなのでそれぞれ楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います、はい、あとはインテリア小物、例えばマットだとか、はい、スリッパ、家具、ジュエリー、器とかを新しいものを何か一つ入れたりすると、はい、それもカツが回ってすごく車輪が回り出します。なるほど、ジュエリーもなんですね、はい、特に重要の節句と21日の中秋の名月に新しく買ったジュエリーと財布をその月の光に当てられるとめちゃくちゃ運気です。お私必ずやってます。いや買ってないけれども今持ってるものとか何か新しくいただいたものとかでこっから使おうっていうものを月に照らしてそこから使います。私もお財布やってますね。こう振るようにこう月に向かって。あ、いいですね、いいですね。すごく波動ができていいと思います。ぜひ よかったです、うん、やってみてください。はい、さあそして、数字、開運数字です。はい、3と7です。3と7、はい、なので何かこうね掛け事したりだとかあとは何番のあれを引こうかなとかっていう時に3と7をチョイスしたものを入れて選んでください。おもう1個7にまつわるもの1個も今ありますね。おやった、おめでとうございます。運気先取りですね。先取りしてました、はい、ちなみに7はラッキーセブンって言われてもともともうなんか運気がいい感じそれだけでするじゃないですか、はい、3ってってよく言われるんですけど、はい、3はスピードを司ってます。おなのでスピードよく何かを成し得たい時、うんうん、とかに3を用いてください。なるほど、はい、あとは年末の宝くじはもう3と7をつけなきゃですね。あ、いいと思います、はい、すごくそれでやって当たる方も稀にねいらっしゃるので、はい、ぜひぜひそういったのを取り入れてやってみていただければいいんじゃないかなと思います、はいはい、そして、10月、はい、10月にいよいよ今年の大開運吉報がやってきます。おー来ましたね、はい、もうここだけでも頭ごちゃごちゃしてきますよね。いろんなことが目白押しであるんです、はい、だけど来月の大開運吉報風水の中でビッグイベントの一大イベントのナンバーワンに入るよってお伝えしました、はい、運気を皆さん掴みたい、だけど待ってて品よくお行儀よくしていれば来るってもんじゃない、うんうん、そういうので来てくれるのは本当に一握りの運をもともと持ってる人たち。でも私みたいな普通のパンピーの民には絶対そういうの訪れません。自分で欲しい運は
は自分で掴み取る。そう、自分でもぎ取りに行かなかったら運なんて絶対来ません、はい、これがいろんな風水師の方に今までお会いしてきましたけど皆さんが言ってること。おなので自分の欲しいは自分で取りに行く。なるほど、はい、努力した人だけが何年後かにゆっくりゆっくりそれが報われてきます。おっていうのが風水で、この間もこんな方がいたんです、はい、ここに行ってこれを持ってもらったんだけどちゃんとお財布に入れてんだけど全然聞けしないの、うんうん、って言うんですけど、はい、そんなすぐ魔法じゃないからすぐ入ってすぐ聞く人ってもともとめっちゃ運気を持ってらっしゃる方じゃないかなって思います、うんうん、確かに私もかつての大会運気っぽい行った方角に行ってそれから少し経ってからでしたね、それが帰ってくるなって感じるのは。そう、その人によってパン変わって帰ってくる、パンプアップして帰ってくるのって全然期日が違うんですけれども、はい、すぐっていうのはなかなかおられない気がします、うんうんうん、稀にいますよ、持った瞬間帰り際何があったとかね。すごい、はい、芸能人の方たち特に強いです。あ、やっぱ運を持ってる、ね、そう、やっぱりね違うんだなって思いました。うん、私はパンピーなのでその人と同じ時期に同じものを持ったんですけど3年後にこれかなみたいな感じでだいぶあるなみたいないやでも帰ってきてますから。そう、でもね何もないよりそうやって本当ありがたいなと思います。うんうん、うんうん、そんな感じよ、はい、うんうん、そして、大会雪っぽいの10月のやつをお伝えしなきゃいけません、はい、なるちゃんガイドお願い。はい、了解です、はい、一泊水星の方、はい、一番いいのは東です。東に行きましょう。1メートルでも東にあるコンビニでもいいです、うんうん、はい、次時刻土星の方、はい、東北と西です。お、西金運の方だからいいですね。いいですね、はい、三碧木星の方東南です。お、白く木星の方、はい、東北南です。五黄土星の方、はい、北東北西です。お、六白金星の方北南西です。七赤金星の方、はい、北南西です。一緒ですね、うん、八白土星の方北東北です。九紫火星の方、はい、北東西です。おお、東は仕事運、西は金運、うん、いいですね。したらあれですね、ご自身のお住まいのところであちこち方位とかの方角を見ながらネットでね、はい、あちこち方位というので検索してみることができるので、うんうん、そういったところで探してみていただいてもいいかもしれないですね。しっかり方角が出てくるので、はい、でアップにしてこのコンビニが何だとかっていうのもこうね見れていけるとすごくいいのかなと思います、はい、でもやっぱりあれですか、ちょっとこのご時世柄難しいかもしれないんですけど、やっぱ温泉が一番いいんですよね。温泉ダントツですね。でもねコロナであちこち行けっていうとまたすごい非難合々で怒られちゃうので言えないんですけども、ね、温泉強いです。あとご当地グルメ、ご当地グルメ、例えばその土地の水を使ったお豆腐とか、うんうん、あとはそこでできた例えば海産物だとかもうすごく効きますね。でもそれだったらテイクアウトして持って帰ってくればいいってことですよ ね、できますよね、うん、もしくはお取り寄せでもいいんです。あ、お取り寄せ OK ですか。そうなんです。例えばもう本当に出るの怖い、もう絶対出たくない、一歩も嫌だっていう人ももちろんいらっしゃいます、うんうん、いいんですそれで。だけどそれだったとしたらたった1メートルでもいいんです。1メートルですよ、はい、私155センチです。1メートルでもいいんですよ、はい、出ていただくだけでも運気が取れるんだったら、例えばもう一番私たまたま具合が悪かった時に大会運気っぽいが来ちゃった時に、はい、近くのコンビニを探したんです。おでそのコンビニでそのお水の産地を、はい、自分の方角の産地のやつを選んでそれを買って飲みました。それも OK ですかとしています。お、はい、だけど本当はラッキーアクションって他にもあって、その土地に行ったら裸足になること。あ、やりました、かつてやりました、うん、そして裸足になってその土地を歩いて、はい、大地の木のパワーを直に取り入れること、はい、それともし大丈夫であれば朝日に当たること。おー、じゃあもう前日からもう宿泊しててもいいんですか。もう本当は大寒運気っぽいの運気取りの一番の取り方は、はい、距離かけるあの滞在した日数、うんうん、プラスラッキーアクションです。おなので本当は距離があればあるほどいい、うんうん、なので私にこの風水とか教えて指南してくれてる方は当時は
コロナじゃなければ、はい、海外とか行っちゃってました。さすがですね。運気の取るためだけに。すごい、取るためだけに。そうで、なんかそのためにそのもっともっともっとって望む方たちが多いので、はい、オレンジのバッグを新調したとかね。あ、そこの土地で買った。そうそう、とかその自分のラッキーカラーだとか、その時のラッキーアクションだとか、そういうのを全部ちなんで、もう今まで持ってたものをそこで全部捨てて新しいのを買って帰ってくるぐらいな勢いでおっしゃってましたね。すごい。今回だったらコロナじゃなければそっちのいい方角に行って、なんかこうスポーツかなんかやって、ご飯と豚肉を食べて温泉入って帰ってこれたら一番いいってこと、いいですよね。そう。でその時に私なんかこう一人で行くこともあるのであれなんですけれども、はい、例えばこれが仲のいい気の合う仲間と行きましたとか、はい、お友達彼氏なんでもいいです、うんうん、で行かれたと。でその時に例えばこうたまたまこう話が盛り上がって、なぜか相手の愚痴を永遠と聞かされたとか、はい、言霊があります、はい、そして大歓喜っぽいです、はい、愚痴を聞いてるとそれは役を代わりに受けています。なのでしかもそれがちょっと強く聞きます。強く聞いちゃうんですね、はい、普段でも私どこかで申し上げたことがありますが、誰かの悪口をずっと言ってるような友達は捨てた方がいいです。 あなたにとって全然良くないです。なるほど。もちろんある程度それが切磋琢磨してお互いのためになるんだったらありがとうで終わるじゃないですか、はい、それだったらいいんです。だけど全く知らない人の、全く例えば自分の兄弟や親とか何でもいいんですけど、はい、それをコンコンと聞かされているとやっぱりそれはよろしくない。いい気持ちにもならないですもんね、うん、それを経てだから自分はこうなんだとかっていう終わり方だったらいいんですよ、はい、じゃあそうだお前頑張れよっていう話で終わるから、うんうん、あ、じゃあそういうことあったんだ、じゃあ他のやつよりも我慢強いなとかね、はい、そういうので終われるならいいんです、はい、だけどどうしようもない愚痴ってあるじゃないですか。ありますね。そう言わされても淡々と聞いてもどうすんだろうっていうのことをずっと言ってるような人は、おいどうしたんだ大丈夫かしっかりしろじゃないんですけど、はい、言わさない。言わさない。言わさない。もっと楽しいこと、せっかく一緒にいる時間だからとかって言って何かこう変えた方がいいですね。なるほど、勉強になります、はい、いやとんでもないです。なのでもしよかったらそういうのね実践していただければと思います。はい、やってみます。なるちゃんが今まで大怪奇っぽいでやったラッキーアクションって何ですか？裸足になってっていうのはかつてその温泉施設に入る前に靴と靴下を履いていたのを脱いでから温泉施設の入り口に入ったことがかつて何回かあるんですけども、やっぱそれをやると運気がすごいいいんですけども、周りの人からはあの子靴と靴下塗り出して何あれって言われることをかつてあります。そうそうそう、私もアウトレットパークがちょうどその方角で、あとそこ以外分からなかったんですよ、はい、全然初めての土地に行って、はい、でもなんかやんなきゃなんかやんなきゃ使命を果たさなきゃと思ってアウトレットパークで靴下脱いで裸足で歩きましたよ。どうでした？しかもあの大地のとこを探して、コンクリじゃ効かないので、はい、土と芝生が生えてできれば土って言われてたので、もうサービスエリアとかのことごとくそこで降りて、はい、あの靴下脱いで歩いて、まあみんな避けてくよね、あいつ大丈夫かなみたいないいや輪ができてちょうど歩きやすくていいやって自分に言い聞かして、もう誰にも明日会わないしって、お前らとはきっと会わないと思いながら意を決して歩きましたね。でもそれをやった年ってめちゃくちゃ自分の上がりますよね。あれ何なんだろう、なんでしょうね、すごい恥ずかしいけど上がるよね。上がります。そういうのを積み重ねてこうやってこういうの時期にグランドオープンが、リニューアルグランドオープンができたのかなって思います。お、確かにそうですね。私の一人の力じゃなくて皆さんの力ありきなので、本当にあの風水騙されたと思ってやってみてください。ぜひとも運気をつかみ取ってください。はい、頑張ります、はい、そしてそのどの運気がどの方角でどういうふうに欲しいかっていうのがあったら、あのお店の方にお問い合わせいただいても結構です。ただあのものすごいメールをいただくので、それぞれ返すのがちょっと、ね、遅くなってしまうことがあります。それだけはどうかご容赦ください。あと YouTube にかつての残ってますよね。はい、 YouTube 見返していただけると、はい、あの細かい作法とか細かい裏技とかそういったのもお伝えさせていただいているので、そちらも拝見していただければと思います、はい、検索ワードは重松さと子のキラックスですね。はい、で出てくるかな、はい、で大体あの視聴率の高いやつから出てくるんですけれども、はい、あのそれによって言ってることが違うんだよね。そうです。そう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 、なのでそれを重松さと子のキラックスで出てきたやつをさらに YouTube の検索から重松さと子のキラックスでやると全部のやつが出てくるやつが出てくるんだよね。はい、出てきます、はい、なのでもしよかったら見てやっていただけないでしょうか。お願いします。よろしくお願いいたします。
それではもう早いもんで時間になってしまいました。あら、もうそんな時間ですか。そうなんです。グランドオープン、皆様を心を込めてお待ち申し上げております。よかったら足を運んでください。はい、国立の住所お願いいたします。はい、東京都国立市東 1-15-11 大学通り448ビル地下1階デトックスです。はい、電話番号もお願いできますでしょうか。はい、0804463-0333です。はい、重松さと子の重松さと子のキラーク。それでは皆さん、また来月お会いしましょう。しっかり運気取って頑張ってください。はい、また来月です。